空を塗りましょう。そして全体にね、暗めの紫を塗ります。ここがやっぱり絵では一番大事なところですね。もう躊躇なく色を重ねましょうね。こうやって今塗った絵の具を描き取ります。この牙の描き込みも大事ですね。これで出来上がりです。これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。